はい、こんばんは。こんばんは。火曜日の焼津テレビ、ここからの時間はいつものように桜組ひろみちのお祭り気分でアンエットン第2章でお楽しみいただきます。今週もよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は焼津神社大祭荒祭りにスポットを当てまして、焼津神社大祭荒祭りの情報を発信しながら皆さんに焼津神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっております。よろしくお願いします。ということでですね、はい、今日今テレビの画面をね、カメラ通して見ていただいてる皆さんね、何ちょっと違うよ後ろの映像がみたいなね思ってる方いらっしゃると思うんですけどね、はい、今日はですね、実は焼津神社として荒祭りをちょっと離れましてね、まあ、近隣にもいっぱいこのお祭りを熱くね支えてる人たちがいるっていうことで、はいはい、近隣の祭り人に話を聞くっていうことでね、島田の大祭をね、はい、一生懸命こうやってらっしゃる来たやってらっしゃる祭り人がねいるっていうことで、今日はその方をねゲストにお呼びいたして、はい、して島田大祭のお話をね、はいはい、ちょっとみんなで勉強しようかということでね、考えております。はい、ゲストさん、それじゃあお呼びいたしましょう。どうぞ。今ゲストさん渋滞にはまってここへちょっと遅れ組についてちょっと今バタバタ慌ててますけどね、いいですよ、大丈夫ですよ。何しないはい、どうぞ、いらっしゃいませ。こちらの方へいらっしゃいませ。すいません、これいいえ、とんでもないです。車から落ちたところです、慌ててきてですよね。忙しいところありがとうございます。ということで今到着しました今日のですねゲストさん、島田大祭をね、祭典委員という形でねやってらっしゃる方なんですけどね、島田大祭七階でいいんですか、はい、島田大祭七階青年取締役務めてらっしゃいます鈴木剛さんです。よろしくお願いします。今日忙しいところ無理言ってね、来ていただいたんですけどね、それこそね、先月、はい、10月の8、9、10でしたっけ、はい、ね、3年に一度の島田大祭ということでね、はい、開催されましたけどね、はい、実はね、郷君とは、もう数年前に Facebook の方でお友達に、ね、なっていただいてね、はい、でいつだったっけ、焼津神社の駐車場でお会いしてね、そうですね、もう3年くらい前、それくらいですよね、こう熱くね濃い1時間お祭りの話をねさせてもらったっていうね思い出があるんですけどね、はい、だからあの頃こう見て、あ、島田にもこのお祭りに熱くなってる人いるんだなと思ってね、でこうつながらせてもらったんですけどね、本当は島田大祭の前に来ていただこうかなと思ったんですけど、実はほらうちの焼津神社大祭荒祭りも今年超変則的な形で10月の8日に、はい、改めてこう神幸祭っていう形で神輿渡御をねさせてもらって、ちょうど被っちゃったんですよね。でその準備もこっちも忙しくて、で郷さんもこう忙しいのかなとか思ったんですからね、だからまあ終わってからこの島田大祭の話を聞けたらなともうずっと思ってたんですよ。あ、うん、それでね、はい、ちょっと声かけさせてもらったらね、快くね、あ、いいですよってね言っていただいたもんですからね、もうそれじゃあもう来てもらうしかないなって。なのに大遅刻でも、いや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 、とんでもない、ギリギリセーフですから全然大丈夫です。急に仕事になっちゃったそうなんですね、それは忙しいのが本当ありがとうございます。普段はねこの、番組お祭り気分でアンエットン第2章という題名でね、矢神社大祭荒祭りの情報をこう発信しながらね、はい、番組やってるんですけど、まあ、前からねこう近隣にやっぱりこうみんな祭りやってる人っていっぱいいるじゃないですか、うん、まあ、そういったお祭りに熱くなってるね、人たちをねこう呼んでお話聞きたいなっての前から思ったんですよ、うん、うん、
だからこの形でよそのお祭りの人がこの席に座ってるのお子さん初めて。そうですか。そうですよ。第一号ですか。そう、第一号。ということで、この番組ね、25分しか尺がないもんですから、はい、これいっぱい聞きたいことあるんですけど、はい、まあその枠の中で収めなきゃいけないもんですから、はい、まずもう早速ね、いや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 、早速ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、島田大祭っていうのは3年に一度行われるお祭りじゃないですか、はいはい、まあその歴史的なもの、まあ歴史って言ったらものすごい長い話になっちゃうと思いますけど、まあちょっとこう簡単にね、ごめんなさい簡単になんて言ったら失礼なんだけど、ちょっとこういったお祭りですよっていうのをねお話聞けたらいいかなと思うんですけど、はい、そうですね、まあこのお祭りはまあ先ほど言いました通り3年に一度開催されるんですけども、まあ江戸時代のね、はい、元禄年間、はい、元禄8年に、まあ西暦で言うと1695年に、うん、大江神社のまあご神体がですね元あった、お社があった、場所へと里帰りをするという名目で、はい、始まって、でそれがまあ今日まで、ずっと引き継がれてきたわけなんですけども、はい、で10月の中旬ですね、に開催されるんですけども、まあ屋台あもといおみこしの、はい、みこし渡御を中心に、はい、大名行列、鹿島踊り、五大の屋台が連なって、はい、まあ元禄絵巻を再現するというお祭りです、はい、江戸時代から始まって その形をまあ今に引き継ぐというような、ね、はいはいはい、形だと思うんですけどね、はい、2、3回行かせてもらってるのね、これたちもね、お邪魔してます、ね、現場でね、はい、お祭りね見させてもらってるんですけど、はい、お祭りを3年に一度っていう感覚がね、うん、俺たちほら毎年やってるじゃないですか、はいはいはい、その3年に一度っていうお祭りのその形を引き継ぐっていうのはものすごい大変だと思うんですよ、ね、で例えばうちの八重神社大祭の場合は4つの町、はい、1区2区3区4区という4つの町が中心になってお祭りを運営して、それこそ、今の八重神社大祭祭りの形ができたのが、元禄江戸の時代に今の形になったと言われてるんですよ、はい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 、ですからまあそれの流れ的にはね同じような歴史がねあるとは思うんですけどね、島田っていうのはどれくらいの、まあ、組織っていうか、はい、あるんですか。ごさんがいるのは7階じゃないですか。 そうです、はい、それ以外には1、2、3、4、5階、そうですね、6階、7階、はいはい、ちょっと聞くところによるとおみこしはまた違ったところの、そうですね、地区の方たちがやるっていうのね、そうです、と聞いてますけど、まあこの祭りは全部で9つのグループに分かれてやってて、でその中のそのまあ1階2階3階4階5階っていうグループがまあ屋台を担当して、で第6階からはまあ行列グループになるんですけども、鹿島踊り、県の無形民俗文化財になっている鹿島踊りと、でまあ我々が第7階ということで県の文化財になっている大名行列を担当してまして、でまあ本当に9つのグループに分かれては言いますけども、はいはい、全部 の町内含めると全部で22町の、町内が、はい、9つのグループに、まあ、分かれてやってるということなので、はい、本当に1から全部22町を申し上げると本当に長くなってしまうんですけどもまあ、僕ら本当短縮して言うと、僕ら第7階は本通り7丁目、はい、高砂町、祇園町、はい、で、もう一つが旭町っていうところが4つのグループでなってるんですけども、はい、その中で、大名行列をしていて、はい、でおみこしをやっているのが、新田町っていう、また本通りから外れたところにある小さな町内なんですけど、そこがもうそうですね、当時からずっとおみこし担ぎと猿田彦なとかね、そういう神事的なものに直接関与しているものに、担当をしていらっしゃいます。じゃあそれぞれの地区で決められたことを、はい、こう準備をしてお祭りを迎える、はい、そうです、
っていう形ですよね、はいはい、で皆さんとこの第7回とはそのまあ今言われて大名行列を主に担当するっていうね、はいはい、話なんですけど、準備期間とか、はい、そういった時には、うん、まあ、どんな形で準備するんですか。焼津の場合はね、例えばあの5月ぐらいから本格的な準備に入って、大祭までを各町の、まあ、会所に集まってね、いろいろな下準備をしていくんですけどね、はいはいはい、まあ、それに近いようなものっていうのはやっぱり島田にもあるんですかね。まあ、結局この祭りってものすごいあのお金のかかるお祭りでも知られてまして、あのそれこそそれが原因で3年に1回っていうレッテルがついてるんですけど、あのそう祭りが終わってもう次の翌年からはもう準備に取り掛かる形になるんですね。で本格的に動き始めるのが、まあ、その祭り年になったもう1月ぐらいから、あのまあいろいろなあの各部署があって、であのまあ大きい部署でいうと、もうそれを統括しているのがあの島田大祭保存振興会っていうところがありまして、あのそこが主になって、あのいろいろあの役員を決めて、まあ代表でやってるっていう形になりますね。そういう組織的な動きをしてる。そうです、そうです、はい。まあ、細かなところだと本当にもう僕あのその大きいところがあって、僕らがその話し合いをしていろいろ円滑に努めていくっていう形ですね。そうなんですね。まあ、八重洲の俺たちの場合は月に1回全部集まって会議をして、はい、まあ、1年間かけて準備をしていくんですけど、はい、やっぱり島田にもそういった会議をする場っていうのはあるんですよね、はい、そうですね。あのそれこそあのさっき申し上げた通りのあの振興会がヒットになって実行委員会っていうのを作って、あのそこのところであの、まあ、話し合いを何ヶ月、そうですね、半年以上かけてやっていくと、どこもお祭りの、まあ、島田大祭くらいの大規模になっちゃうと、やっぱそういった話し合いっていうのも、まあ、何回も重ねてね、はいはい、でやっぱりみんながみんな同じ方向を向かないじゃないですか。そうですね、まあ、うちの八重洲もそうなんですけど、はいはいはい、まあ、そういった中でこう一つのものを作り上げていくっていうのはやっぱりそこの、うん、なんですか、青年とかそういったね人たちが中心になって動かないと、どの祭りもね、はい、こう成り立たないんだなっていうのは分かるんですけどね、うん、はいはい、あの例えばそのちょっとお話とか物読んだりしてあの かじったんですけど、はい、あの大名行列であの何ですか、あのやっこさんの形とか、はい、あとは、はい、まあ、大やっこじゃなくてあの普通 の、はい、あの道具持ったやっこさんとか、はい、ああいう人たちを選手っていうじゃないですか、はい、ああいう人たちっていうのはどうして決めるんですか。うん、まあ、大やっこに関してはまあ、元々その7丁目に住んでた本町っていうんですけど、はいはいはい、あの7階のその中心になる7丁目の中から若い人たちを決めてしてたんですけど、今はもうあの60歳以上の方がベテランになってやってる形なんですけど、はい、まあ、体格がいいとか、まあ、身長があるとか、そういう、まあ、まずはね、あの外見で見て、でまあ、あとはその祭りに興味があるかっていうことを、まあ、ちょっと聞いて、まあ、あとはそのあれですよね、あの友達とかそういう感覚で連れてきてるんですけど、まあ、その元若い人たちの選手なんかはそれこそスポーツをやってる人でないととても務まらないので、そういう人たちをもう探して探して探して募集をして連れてくるって感じもあります。あ、もうでもそれは本当にもうここ何十年かはいなくなっちゃって、うん、昔はもう本当に特会引っかいで、じゃあ今回お前に譲るから3年後俺がやらせろっていうような、そういう、うん、約束事もあったっていう話の中でこう進めていく、はい、そうですね。そこが八重洲とちょっと違うんだよね。八重洲はもう募集かけて、はいはいはい、でやりたいですって、うんうんうん、で受付して、うん、でもしその決まった人数があるもんですから一つの役にね、それ を超えちゃったら抽選だよという形でね、はい、こう決めていくんですけど、まああれですよね、そうしてこう何なんですか、うん、こう
伝統を守っていくっていう上ではね、うん、やっぱりこういてもらわなきゃ困るしね、やりたいようって人もね。そうですね。まあ、でも今はもう本当に人が減ったもんですから、それこそ高校生とかそういう学校にやっぱ出向いて直接やっぱアポを取って交渉して出てもらうっていう形を取ったもんですから、まあ、今回は本当に高校生の参加率が多くて、ほとんどがもう高校生で占めたっていうところもあったし、なんかフェイスブックで見たらなんかなんですか、女の子がこう増えてるよみたいな、そうですね、ありましたけど、そうですね、それこそ何ですかね、洋服よりも和服というか、和服でも和服という女性を着るものじゃないような、本当におじさんたちがちょっと前まで着てたようなね、そういういなせな格好というか、刀を刺してやるっていう形を女の子が私やってみたいっていう子が結構いたっていうことで、大昔いつも女の子じゃなかった、みんな本当ちょっと前までは本当にもうご年配の方がやるようなことをやってます、今回やってくれましたね。まあ、どこもそうだけど、やっぱり女の子がそうしてね、参加してこう盛り立ててくれるみたいなのが ねどこのお祭りもねやっぱりねあるんだとは思いますけどね、7階のダニエル・ベルズ の選手の種類だけでもすごい数ありますもんね、はい、ありますね、はい、で、何ですか、赤い子、赤い、はい、オートリゲ、オートリゲ、はい、あれもこう、ね、目の前でこう受け渡しする見させてもらったんですが、すげえなーと思って見たんですけどああいった練習とかもあるんですよね。そうです、本当に開催の1ヶ月前から徐々に練習始めてって、でもう本番の、まあ、1週間前に10日間練習って言って、もうみっちりもう毎晩毎晩必ず参加をさせて全部叩き込まれるっていう、師匠から教わっていくっていうのをやってますね。そうしなきゃね、はい、あれだけいっぱいね、何十万という人が見に来るわけじゃないですか。そうですね、ね、前でこう披露するっていうのはね、やっぱ、まあ焼津もね練習ね、ある役もねいくつかあるんですけどね、やっぱり厳しくね教え込まれて、はい、どこもそれは一緒ですね。そうですね、やっぱり掛け声もね、なんかそう独特ですよね。立派なもんだなと思ってね、あれを見させてもらってるんですけどね、何なんだろう、馬なんかも結構いっぱいいるじゃないですか、ね、はいはい、あれもね、なかなか大変だと思うんですけどね。そうですね、本当に馬なんかは、まあ本当に昔は島田でもその馬車っていうか歩いてたんで、はいはい、そういう馬をねいるところっていうのはあったんですけども、はい、もうそれもやっぱ時代の流れでなくなっちゃって、で今は本当ですね、過去には京都から連れてきたこともあったし、で今はもうここ10年以上はですね、愛知県の高浜町っていうところから4頭連れてくるわけなんですね。どこもしてうちのとこもそうだよね、うちも馬が使うのが3役あって、うん、あと宮司さんが乗るんだからやっぱり4頭、うん、必ず使うんですけどね、なかなかねやっぱりね、どこの祭りもね苦労しながらこう伝統を守っていくっていうね形だと思うんですけどね、はい、だけど大やっこさんですか、はい、本当にみんなガタイですもんね。そうですね、あの人たちはもう何ですか、3年に一度だけど何回もこう、そうですね、そうですね、もう本当ベテランの方はもうそうですね、30年近く続けてる人もいるし、本当にまだルーキーな若い子たちはまだ未祭りぐらいだから10年未満とか、それぐらいね、それも立派だなと思って、あと屋台がね、屋台がこう連結してる屋台とかもあるじゃないですか、はいはい、あれすごいなと思ってね、感じてたんですけど、そうですね、はい、あとその上踊りですか、はい、あれも本当のあれですもんね、日本風ですもんね、あれね、そうですね、あれにもなんかお師匠さんを呼んで、そうですそうです、ね、いろいろやるみたいで、はいはい、結構まあいやらしい話、こう費用がね上がるって聞いたんですけど ね、 そ う、 ですね、そういう部分もあるんですよね、やっぱり3年に1度、そうですね、
まあ、だけどそれぞれの地区が責任を持ってそういった責任のあることをねやるっていうのはね、うん、本当やっぱそこをどっかに欠けちゃってもできなくなっちゃいますですもんね。そうですね、そうですね、ね、本当にね、もう見に行かせてもらうためには立派な祭りだなと思って、うん、そうですね、今年ほらコロナ禍のお祭りだったじゃないですか。そうですね、いろいろやっぱねそれなりの苦労があったと思うんですけどね、ちょうどほら藤枝と島田が同じじゃないですか、はい、3年に一度 で、はいはいはい、でどうなるのかなってこう、お祭りバカとしてはねすごく、まあ、よそのお祭りのことではありながらねちょっと心配してたんですけどね、はいはい、島田の方が先にこうやるよっていうね、意思表示をしてくれた時はねこの番組でも話したんですけど、よかったねっつってここで言ったんですけどね、藤枝はなんか1年延期だった、ね、そうですね、っていうことだったんですけどね。でも本当今年ね島田の大祭やってくれて本当嬉しかったんですよ、うん、俺たちは。そうですね、ただね、うん、見に行けなかったんですよ俺。あ8日にみこしどんぐりやって、次に片付けしてたもんですから、はいはいはい、なるほど、午後から行こうかって言ったけど動けないですよね。そうですね、動けないですよ。3年ぶりに祭りのコース歩いたら、うん、まあ、足結構担がないんだけど今年は、結構あの距離歩数でいうと1万5000歩くらい歩いてるんですよ。うん、そうでね、ちょっと疲れちゃったねっつって、じゃあ3年後みたいな形でねだったんですけど ね、でもあのフェイスブックとかであのすっごく細かく、はい、ね、紹介してくれてるじゃないですか、はい、あの島田大祭みたいな形の、はいはい、あれもずっと全部読ませてもらってるんですけどね、はい、そのしきたりっていうのがすごいなと思っていつも見てるんですけどね、なんかあの若い衆がこう各町の本部みたいなところで挨拶するにもちゃんともう決まってるっていうことでね、あるじゃないですか、はい、あれもすごいなと思っていつも見させてもらってるんですけどね、うん、こんばんは、コメントいただいてます。おとけさんありがとうございます。おとけさん、馬の代わりに僕ではダメですか。はい、ダメですということでよろしくお願いしますダメですすいませんね、今別に冷たく言ったわけじゃないからねいや、そう聞こえた、そう、ね、そういったことでですね、はい、今日は島田大祭の話をねいっぱい聞いてるんですけれど、その何ですか、今歴史はこんな感じだよっていうのと準備はこんな感じだよって話をね、聞かせてもらったんですけどね、今度3年後じゃないですか、はい、3年後にやっぱり今この番組見てもらって足元さん見てみたいなと思う人はいるかもしれないですよね、はい、その島田大祭の、まあ、見どころっていうのをねあったら、まあちょっと時間も押し迫ってますんでかいつまんで教えていただけたらと思うんですけど。そうですね、まあ本当にこの327年間あの続けられてきたのは本当にあの一人にそのまあ一つ一つ の、 その個性が出てるその、まあ、キャラって言っちゃあれですけども、はい、そのまあ親子とかその屋台に関してもその、まあ、本当の、ね、歌舞伎の芸人を招いてやってきたとか、あの本当にこう島田 の、 その人たち の、 その、まあ、心意気がやっぱこう本当垣間見れる祭りだなっていうのが、本当にお金を、ね、かけてでも、はい、リスクがかかってでもあのやりたいっていうのはね、あの今回そのコロナ禍の中であってもあのやるって決めたところがそもそもそういう表れだったんですけど、あの本当に賛否両論ね、あのやるかやらないかっていうのは本当にこう分かれて意見があって、あの開催本当は危ぶまれたんですけども、あのまあやれたっていうことはね、一つのそのやっぱあのまあ過去にね延期になったことを、まあ戦争中もありましたけども、あのそれをこうやっぱ やれたっていうことは、あの一つのやっぱ僕らの一つのその自信というか、あれにはつながったと思うので、あのそれをやっぱ見てくださった方々に、あの一つはやっぱね、あのありがとうございましたって一言言わなきゃいけなかったんですけども、あの本当にこの祭りって本当に江戸時代そのものの、あの在り方というか、衣装から何から全部をこうそのままそっくりそのまま表現したお祭りなので、あの本当にこう時代にね、あの中に入っちゃったっていうような感覚になれるようなあのお祭りなので、あのやっぱ次回その3年後本当僕らにとってはあっという間になっちゃうんですけど、あのまあ終わったばっかでね、あれなんですけど、あの本当に次回は
まあ、見てくださるのもいいんですけども、もしよければ出てくださいと。なるほど、そっちもね、そちらの方がやっぱ楽しいよと。そうですね、やっぱりお祭りってのは見るもんじゃなくてやるもんだってどこもみんな一緒だと思うんですよね。なるほどね。そうですよね、本当にね、2、3回こう見させてもらってる立派なお祭りでね、見るところがいっぱいあって、あの屋台の踊り見たり、うん、こう道路でこうお囃子やったりするじゃないですか、はいはいはい、でみんなでね、あの踊り踊ったりとかっていうのをね、うん、もう本当にあっち見てもこっち見てもね、こう楽しいね、くみれるお祭りだし、うん、やっぱり中へ入ったらもっときっと楽しいと思う、うんうん、そういうことですよね、うん、やっぱりね、よその祭りのこういう話を聞くのね、俺たちやっぱ勉強になるね。そうですね、うん、まあ、3年後がまたね楽しみですけどね、はい、ありがとうございます。今度3年後は川で行きますから。ありがとうございます。俺はね、あれが見てみたいんですよ。なんだっけ、本陣入り。あ、はいはい、最後にね、はいはい、お殿様の子がね、はい、あれをね一度見てみたいと思う。3年後にはね必ずこうちょっとね見させていただくようにしますんでね。ぜひあのご祝儀をね持ってきていただけます。そっちですね、了解です、了解です。じゃあね、もう時間もできてしまったんで、もっともっといっぱい聞きたいんですけどね、はい、最後に一言ねちょっと聞きたいんですけど、郷さんにとってお祭りとは何ですか。まあ人生の一部かな。わかる俺、俺もそうだし。やっぱ、まあ、やっぱ家族がねみんな参加してて、それはやっぱ子供の時から見てきてるから、やっぱりこうあってこそのその地域のつながりっつうか、本当にここに誰が住んでんだとか、こうこういうこう分かるし、本当にこう地域のつながりっていうのは祭りがない年でもね、やっぱつながってられるし、だからそういう意味でやっぱずっと地元に住んでいたいって思わせてくれるものであるなっていうのは僕は思いますね。わかるわかる、俺も一緒だ、うん、やっぱり会津にいて会津の祭りやらなかったらダメでしょっていうのね。俺も同じ気持ちでいますんでね。島田の祭りは郷さんいるからもう当分大丈夫だって、ね、いやいやいや思いますけどね。上にはもっと上がいる。そうそう、でもねそういったこうポジションで若い衆にこういろんなものをこう引き継いでいくっていうね、はい、そういう役目もね、はい、ある程度の年齢まで来るとありますんでね、うん、はい、本当に大事にね、こう、そうですね、して島田大佐をね、もうこれからもうみんな英語に続くようにね、ありがとうございます。頑張ってください。焼津も負けませんよ。焼津も頑張りますんでね。見に行きたいんですけどね、なかなか行けないんですよ。本当にもう本格的にねやれるようになったらぜひ一度見に来てください。うちのねそれこそ七階の青年でおせっちょうをやったやつが。はい、一回荒祭り出てますよ。あ、そうなんですね、ええ、うん、参加してて、だから八重洲の荒祭りもやらなきゃダメですよ、ええ、見る祭りじゃないですから。なんかね、もみくちゃにされて帰ってきたんですよ。あ、正解ですね、うん、綺麗に着てたのボロボロになって帰ってきたんです。そういうお祭りですか、ええ、まあぜひね、機会があったらね、はい、八重洲の方へもね、ありがとうございます、足を運んでください、はい、はい、そういったことでですね、今日のお祭り気分でアンエットン第2章はですね、八重洲神社大祭荒祭りをちょっと外れて島田大祭のお話をね、みんなでお勉強させていただきました、お話し来ていただいたのは島田大祭七階青年第七階第七階もう一回やりますね、はい、置いていただきましたのは島田大祭第七階青年、取締役の鈴木剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、今日島田大祭のお話だったんですけど、最後にやっぱこれやらないとこの番組終わらないんですよ、ね、島田大祭でありながら、え、当然でしょう。お祭り気分でアンエットンって叫ばないと終わらない番組になってますので、もうちょっと島田は忘れていただいて、アンエットン大きい声でね一緒に叫んでいただきたいと思います。はい、それでは皆さんご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、お祭り気分でアイエット。今日は下田大祭のお話でした。ありがとうございました。続いての番組は天使のはしご、お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮るんで